ルナ H、ミタニルナ H ミタニは、北海道釧路市出身、アメリカ国籍の画家、芸術家。19歳で東欧、オランダ・アムステルダムで、ファインアートを学び、欧州33カ国を回る、現在に至るまで、延べ60カ国以上歴訪試験式を広める。クリエイティブ、ディレクターとしても活動する。コマーシャルアートに、大きな関心を持ち。 幅広いジャンルの音楽の CD ジャケット制作を手掛ける。多様な画風を使いこなすが、本来の画風はシュルレアリズム。それまでのシュルレアリズムと異なる表現方法として1980年代に認知され始めたメタフォリカルレアリズムを用いる画家の一人である。1990年代に入り独特な色彩と描写、手法を用いることから新しいシュルレアリズムとされ、 それまでのメタフォリカルレアリズムとは異なり、さらに進化を遂げたスタイルとされ、ネオシュルレアリズムと呼ばれる。ネオシュルレアリズムの第一人者。画風はその名の通りシュールでリアリティある、繊細で独特の色と描線のコントラストで幻想的。また、手法は今までの画材の常識を超える技法を用いるため、幻想的、かつ神秘的な世界を作り出す。 アメリカにおいては1990年代のシンシュールがシュルレアリズムのアバンキャルド。また、シュール画とは対照的な作風で白黒のペン画の作品も多く残している。実際、いくつかの記事の中にはペン画の天才と歌うものがあることからもペン画の作品が一定層の人々においてルナ・エイチ・ミタニの作風という認識が強いことが伺える。また、 アメリカにいる画家の多くが何かしらのグルーや組織に所属、加盟する中、ルナ・エイチ・ミタニはどこにも所属せず活動することでも知られているが、このことからも彼のコマーシャルアートの基盤の強さが伺える。その象徴とも言える一つが、1987年にアメリカを代表するジャズミュージシャンの CD ジャケット制作を数多く手がけたことにある。これは同時に彼の名が一躍 世に知られるようになったきっかけの一つとも言える。これらの活躍が日本でも知られるようになり、代々木アニメーション学院の特別最高顧問を1992年より7年間、務めた。また、日本のアニメーションをアメリカに広めるために尽力した一人でも、ある。現在、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス在住。ありがとうございます。